グレアムランド北部と周辺の島々1南極半島、2ジェームズ・ロス島、3デュルビル島、4ジョインビル島、5ダンディー島、6スノーヒル島、7ベガ島、8シーモア島、9アンダーソン島、10ポーレット島、11ロッキャー島、12イーグル島、13ヨナセン島、14ブランスフィールド島、15アストロラーベ島、16タワー島アンダーソン島は、 南極の南極半島北端部の一角、タバリン半島東端にある島である。かつてはロサメル島と呼ばれていた。この島は1838年にフランスの南極体験隊によって発見され、フランス海軍中将のクロード・チャールズ・マリエジュ・キャンプでローゼメルにちなんで命名された。この島は第二次フランス探検隊の中間地点となった。ジュール・デュモン・デュルビルは アストロラーブやゼリーの感情がどうしようもない状態になった時には、この島に怒りを下ろした。アストロラーブの乗員の大多数は、解決病の症状を示しており、デッキに煙や悪臭が充満したりすることもあった。1902年に行われたスウェーデンの南極探検では、この島は、タイをスノーヒル島から救った船、ウルグアイにちなんで、ウルグアイ島と名付けられた。 最終的に1949年11月21日にこの島はアンダーソン島と改名された。これはスウェーデンのタイに仕えた地理学者ユハン・アンデショーンにちなんだ名前である。この改名はクレアム海岸の沖に位置するウルグアイ島との混同を避けるために必要であった。ありがとうございます。